日本パス、どうも、まさしでございます。はい、本日もイベントの更新がありましたね。1.1 億ということで、ゼファーかな？ゼファーの復刻が来たということで、これすごいあれなんでしょ？初めての復刻らしいっすね。まあ、拙者もう、てか、もう、おっさん。お前古いわ！もう、お前雑魚なんよ、もう。で、引こうかなって思ったんですけど、普通に弱いんよな、もう雑魚だし、いらないなーと思ったんで、ちょっと今回見送りますね、普通にもう雑魚やんだって。いや、ゼファーはごめん、クソ雑魚やわ、普通に。もうこの GG ほんま、ニカルフィーでよくねってことなんで、今回ちょっとね、ニカルフィーの方をね、使っていきたいんですけど、もう無理やんだって。いや、どうする？一応30個使ってみる？ま、絶対出んと思うけど、いや、あのさ、来月の頭、ヤマトの復刻がおそらく来るじゃないですか。まあ、だからその時に引きたいんですけど、まあまあ、30個ぐらいやったら拙者構わん。引け。オーケー。ちょっととりあえず、さあ、1試合目ですね。ちょっとさ、拙者のリセマラのさ、ゼファーでリセマラするやつおるかなと思って、ちょっと潜ってみようかなと思うんですけど、いや、さすがにゼファーで、リセマラ始めるやつおらんだろうと思うんですけどね。まあ、ちょっと次回お楽しみにしておいてくださいということで、今回はね、もうゼファーというね、もうね、もうほんまにゴミカスのジジイ、もう古い弱いキャラね、ちょっともう差し置いて、ニカルフィっていうね、圧倒的上空感のキャラ使っていくんですけど、いや、きついだろうな、もう、ゼファーとかだってもう、ゴミやん、カスやん、普通に。ははは、雑魚なんで、もう普通にいらないっすよ。皆さん引かない方がいいっすよ、カスなんで、もうあんなジジイ、ほんま弱いね。あれは雑魚だっすね、普通にもう。あれやわ。なんだろう、もっとさ、誰だかも連発ぐらいしたらいいんですけどね。あれ、弱すぎるわ、普通に。ははどうしよう、レイリーおるやんけど、これ、目の前。なんの回避、お前。とりあえず死んどっか？オッケー、ははおいだ、キルとんなよ、お前。ふざけんな。シャンクスある、シャンクスある。めっちゃ見え。キットル多すぎ。はい、ちょっとカウンターありがとうございます。いただきます。オッケー。で、雷で、あぶれよ、おい、ギガントドン。これがゼファーにできるかって言うんだ、ほんま。みんな、仮想、ほんま。ね。しかもあの、自己中のね、特性してるんで、何だっけ、ハタナにさ、他の仲間がおったら、なんか本気出せみたいな。なんかインディアみたいな、ほんま。他の奴らがおったら戦えんけど、なんか一人やったらすごい生きれるみたいな。お前らみたいやな、ほんま。インキャ、インキャ。おいちょっと取られてますよ、大丈夫ですか？ちょ、危ない。危ない、かぶせていきましょう。うわ、敵スキルやっぱ強いな。危ない、キトロ、こっち。ちょ、やめて。あ、ちょ、やめて、やめて。やばい、脳死スキルやっぱ楽しすぎる。はぁ、楽しすぎる。なんでこいつハタルの観音だろう？オッケーオッケー、来いや、はい、来い、どうする。さあ、ロー変えなくて大丈夫？ロー変えなくて大丈夫ですか？オッケー、とりあえず、お肉いただきます。オッケー。ちょっと、ダムドパン食ってこい。これカウント置いとこうか、ほな、カウント置いとこうか。よし。なあ、まあ、でもよかった。ナムジ評価で無駄に時間稼げたんだ。オッケー。普段を取っちゃあかんないね。置いときましょう。オッケー。さあ。なんか硬くない？うわ、うちのゾロ弱、なんか。いや、まあ、ゾロにかもじゃわな、マジで。ほんまに。いや、なんか、ゾロに狩られるさ、ゼファーのやつが。もうマジで目に見えるわ、ほんま。ちょ、待って、なんかぐちゃぐちゃしすぎてやばいな、もうこれ、超絶同士のバトルやったらほんま。お互いしないしさ。地獄なんよ。やばい、カウンター落ちちゃった。どうしよう、いけるかな。よ。さあ、バフと。さあ、シャンクスあれ何しようあれ。あれ、芝こうか、シャンクス。おー、ちょ、怖い。どこ飛んでいくか分からんけんな。さあ、回避使ったところ見たら、雷で攻撃しましょうか。オッケー。はい、ピヨン。はははは。あれ、奥まで行くんやな、すげえ。あれ、吹っ飛ばしになるんや。ほーん。いいこと知ったわ。このキットローのね、これがな、どっちのさ、味方とか敵の方が分からんのよな。とりあえず、ギガント。やばい、踏まれた。ちょ、おい、ラグ。おい、どんなマジで。あ、ちょ、待って、これカウンター置いとこう。ほんなら、どうにかなるわ。多分、どうにかなる。パフ。ちょ、おいふざけんなよ、てめえ。てか、負けとんけど、大丈夫。オッケー、肌取って。オッケー。いいよ。もうやばい、調布室作ったらやっぱ、何も考えんけんさ。適当になるよな、ほんまに。ちょ、待って。これは、ね、はぁ、やって。オッケー。よし。ちょ、怖い。見え。あ、バカ、何しとんの？さあ、そこ入ろう、取ろう、これ。無理かな？あ、勝ち。よし。さあ、次の試合行きましょう。2試合目行きましょう。もう、マジで。ゼファー自体、そもそももう見んもんな。ほんまにもう、多分、勝ちで、ほんま、オラもうマジで。超絶もさ、だいぶ増えたけん、見んけん、アクター多くなったことない。あ、これちょっとシャンクス取りいただくよ。はははは。じゃあ、行け、はい、止め。そう、やりなさい。オッケー。いやもうおでんとかもさ、もうマジでミンクなったわ、ほんまに。うん、おでかす、やっぱり雑魚じゃないですか、いつも。やっぱもうほんまにミンっすよね。あとはなんだ、もともとおった、あれ、青、あ、ちょ、水街道とかも全然おらんし。
まあ、もうやっぱり淘汰されていく時代ですよね、何事にも。だからこそのね、運営さん、情報修正をさっさともっとテンポよくしろ。ちょんのにやつらバカだからやらないんですよ、ほんまに。何しんねん、これ。あ、海賊オルフィーおるで。こいつもさ、結構だいぶ古いキャラなのに、未だにおるよな。まあ、これはアタッカーっていうね、ガキが使うキャラなんで、ほんまに多いんでしょうけど、これちょっと殴っていこうか。オッケーオッケーオッケー。多分、こういうバカは、ちょ。あ、オッケー、そうする？じゃあカウント置くよ、俺。はははダメー。ちょ、危な。はい、はい。あ、ちょっと待って、回避使っちゃったね。はい、キュー。ザコ。もうバーカ死ねー。ザコが死ね。古いね、キャラが。まあ、カレーパンが強すぎー。キモいなー。なんで一発で死ぬんなら。まあでも、いいや。オッケーオッケー、スタンピードサーブ出していきましょうか。いやー、あ、じゃおでん、俺、ほんまに言った。おでんおるでないか、お前。ほんま、もうちょい強化入れてやれよ、こいつ。ちょ、地味やね。じゃあ、これは、おれーということで。火炎竜王、キュー、オーケー。わ、もう、うざい、カレーパンチ強すぎ、うっとうしいな、これ。一発でないんだ、キモいな。てか、誰こいつにお前無敵与えたやつ。責任持って解除しろよ、ほんま、アホが。アホを釣るだけせんとさ。でも、こっち狙いよ。あの、ゴキベル、こっち狙ってますよ、皆さん。やばい、こっちのチームがやばい。ゾロ。オッケー。何、煉獄おにぎり。あ、ちょ、待って、これバジランガン撃ったわ、俺が。オッケー。よし、これで多分ゾロ一回死んだけん。で、これでか、もう、だからさー、ゴキベル、お前、マジ、来んなや。誰か倒せや、こいつ、ほんま。何をしてんの、マジで。なあ、リスカスン、お前、やれや、ゴキベル。お前、ただんなへんし、属性も相性いいんやけん。これさ、ここから当たるかな、これ。これ当たるやん、これ。いいね。これは、はぁ、キューンやって。はい、おにぎりぶっぱ。直し。で、おにぎり、じゃあ、アシュラだろ。はい。もう分かっとんね。ここかな。オッケー、かすらしたんで。ちょ、キモ。はい、キャラパワー。ちょ、シャンクスも見てないで助けろよ、バカ。お前、なんでカウンターそこで置くんなら、アホやな。もう、違うだろう。なんで受け身に入るねん、タコ。お前、バカ、お前。ねえ、もう弱っ。もう味方弱っ。かす。ボケ。ちょ、旗抜いて。ちょっと。あんなに飛べるんや、あいつ。オッケー、アイス山とここ。ちょ、そこ頼むぞ、マジで。さあ、これもダメージ与えといて。オッケー、バジランが倒せるかな、これ。うわ、持ってけんか、これ。なあ、もう無理。よし、ね。もう、味方ゴミ。しめ。はい、ということでコメント返していきましょう。裏でスキル売ってますか？あの、主語がないんで意味がわかんないんで、裏ってどういうことですかね？よくわかんないんで、もうちょっとね、勉強してからコメントしてください。まさしが強いとも、バウンティキャラトップ3は、まあ、そうですね。ほうやな、まあ、いろいろおるんですけど、まあ、やっぱり、そうですね。まあ、拙者がね、今使ってる、ベロベティと、まあ、ほうやな、あとはなんだろう。ほんまに最近やったら、まあ、ベビーファイブとか、まあいいんじゃないですかね。まあ、拙者が使えば何でも最強になるんでね。まあ、なんだろう、超フェスはまあ、なんだろうな、いらんかな。ゴミ、カス。もうだから、味方運営ね、キャラとか関係ないね。はい、てことで、まと一体、まあ、一応、一般的に言ったら、まあ、超フェスのどれでもいいんじゃないですかね。もう結局は、あの味方がゴミしかいなかったら無理なんで、勝てないんで、はい、そんな感じですね。いつオーバーブースするんですか？オーバーブースなんかね、しても意味ないんよ。あんな、しょうもない数字がつくだけで。俺あれ100か0がどっちがしかやらないんで、あの、しょうもない1とか10とか20とか、ダッサいわ。うん。あの、100か0。うん。普通に70とか中途半端な数字はダサいんで、つけたくないんでしないです。はい。ほんなら次は？ニカもリも持ってない人はどうすればいいですか？あの、それは、地道にコツコツ4試合ぐらいやってください。いや、それはしゃあない。無理やわ。うん。ユメルフィーで一発クリエイティできないんですかね。あいつって素で確かタッカーやから、ほなけん、まあ、キングコングガンで1人 KO して、これだ、タッカーの、まあ、2キルぐらいした後に、まあ、スネークマンだって肌抜くコングガンがいいんちゃいますかね。まあ、やりづらいですね、結構。まあ、裏に本でディフェンス、こいつが言うように持ってきたらいけると思いますよ。うん。まあ、それだけかな。はい。ということなんで、こんな感じでね、ハテナマークついてるやつだけ、コメントを一応返信するようにしてるんで、なんかあれば、はい。ハテナマークをつけてください。全然ついてないやつばっかりなんで、はい。はい、ということで、ラストの試合行きましょう。ということで、まあ、おらんかったな。結局、ゼファーもおらんかったし。まあ、もう、弱いしな。雑魚なんよな。そもそももう、強化状態がさ、解除されるようなこの環境の中で、もう無理やしな。うん、で、陰キャムーブ、一人で、その、円の中一人でおらんな、戦いみたいな。で、キッドローがもうおる時点で無理なんで、まあ、せいぜいね、その、まあ、ゼファー好きな人は頑張ってください。もう、俺、接してたんだ、クソ毒をしてるけどな。ちょい、抜くなよ、だ、これ。おいだ、抜くなや、どけ、カス、お前、殺すぞ。拙者が一陣食べたるけん、向こう行けやよ。てか、なんで、もう、クラッカーは、もう奥一挙んならバカか、お前。アホやな、もう。
ちょ頼むぞ、ほんまいけるな。オッケー、もうとりあえず最初は攻めるしかないな、ほな。何しようこれ、泥かけや。来るな、オッケーオッケー、カウンター決めたんで無敵ですね。オッケー、でかすぎるこれ。さあさあ、この2、何しようこいつ、何しよう。ここですね、はい、ドーン、オッケー、うますぎる。よしよしよし、あ、なん、ちょ、ラグすぎるんやけど、これ。なあ、これ、どうなってんのこれ、大丈夫っすか。オッケーオッケー、もうこいつの激怒、ちょ、やばい、こいつやばすぎる。なあ、どうなっとんねる、おいてめえ、殺すぞ、てめえ、おい。ちょ、マジでラグすぎる。赤い使ったんで、これもう使いましょうか。はい、さよなら。ははは、ザコが死ね。おー、てか、これなんでこれたまらんのこれ。なあ、これ150%貯めれんのやけど、どういうことやねん、ボケ、ほんま、クソゲーが、殺すぞ。なあ。何をしてんの？オッケーオッケーオッケー、働け働け、そう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 、なんで話すんなら、わあ、もううざいなあ。なんでマニカル風にハンコックメダル3個もつけたんだ、バカか。もうちょっとどうしよう。ちょ、ラグがやばいな今回の試合。待ってよ、裏気をらんな。よし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 、もう全ちょ取られてますよ、あったこれ。おれカレー竜王、カレー竜王、ちょ、味方は誰一人おらないよ。何をしてるんですかこれ。ちょ、大丈夫そう。もう、何をしよう、このバカども。もう、ちょ、キットロ頼むって。おい、キルとんな、ボケ。よし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 。まあでもいいか。めっちゃ攻め込まれとんやけど、これ。もう、青街道を今更出してどうするんだな。なんでお前さ、水街道を先出してお前、ディフェンスでためんかった。そんな豆腐みたいな街道何年目に立つんなら、ほら、もう死んどるやんか。さ、これ、バカやな。考えろよ。さ、脳死ぶっぱしといて。おきおきおき。死ね。もう、ラグすぎてやばい。もうこんだけしよったら、なんか、いけ、カウンター発送するだ。おきおきおき。もう、ごめん、めっちゃ、すぎる。さ、メーザー4はさすがに蹴れて。で、ここで、雷置いといて。おきおきおき、シャンク倒したんで、これでもう1キル。いやーもう、このババ勝った。もう裏取り行こうか。ちょ、もう、打ってほしいな、お前、これ。ちょ、やけどしとけん、これあかんわ。ちょ、待て、あ、こっちはブース来た。オッケー、これで雷打って、よしよしよし。もうそんな、やけど、もういや、もう、オッケー、キットロ、いけ、攻めろ。もう、青いよ、暇ないけん、ちょ、攻めろ、バカが。ほんま、しょんべん、そんなスタンプ押すにもあって、戦え、カス。オッケー、いいよ。もう、しんどんねえなんか、ザコ、お前、ちょっとさ、それ。ちょ、いけ。そう。もう、接しちゃうのかけすぎるだろ、これ。ちょ、裏。恨み長いよ、これ。ここ抜かれるけんな、ほんま。あぶんな。もうこれ、上おろうか。あ、ちょ、お前頼むよ、ほな、これ。あ、来た、ほら。これ、置いとくけん、ほら。わぁ、なんか、OK、最強すぎる。まあ、てことなんで、今回はね、まあ、ゼファー復刻ということで、まあ、引きたい人は引いてください。真ん中クソザコは、もう多分役にも立たないんで、はい、ということなんで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。